夜間とアイドル。効率が大好きというか、なんて言うんだろう、効率いいことがめちゃめちゃ好きで、例えばこうスケジュールとか送られてきた時 もう絶対にこの時間に綺麗に終わりたいっていうか、その今どのくらい効率よくできてるかなっていうのを見るの好きだし、あと自分の中でなんか時間をなんかもったいなくさせたくないっていうか、時間を効率よくやっぱ使いたいから、あの家帰ったらこれやる、あれやる、明日はあれやるとか、1週間スケジュール見て、あの大学の課題とかはここの日にやるとか全部決めてやってます。この時間にはドラマを見るとか。あ、そうですね。スケジュール立ててその通りに行くんですか？大体行きます。すごいですね。はい、ちゃん立派な大人になりますよ。もう大人です。あ、そうですか、失礼いたしました。へえ、なんか移動とかも効率重視なんですか？そうですね、あのエスカレーター、本当はまあエスカレーターに乗りたいって気持ちもあるんですけど、はい、並ぶじゃないですか、はい、もうあれが嫌で、はい、だからもう階段を一段飛ばしで駆け上がってます、いつも。本当に絶対これ決まってます。あ、決まってるんですね。はい、もうギチギチに詰めて。そうですね、できれば冷たい。冷たい、はい、うまくはまると嬉しい。もう最高です。最高、幸せな気持ちになれる。あ、団体行動、ウッカとして団体行動してる時もそうなんですか？あ、できればそうですね、なんか気になりますね、あの今この時間何してんだろうなとか。そんな気になります。結構今こここれやった方が早いよなとか、これやった方が後になんかやると言ってたとしても、今これをここに入れちゃえばいいのになっていうのは思いますね。あ、なるほど。でもなんかツアーとかで、まあ、地方とかに行くじゃないですか。でその時、まあ、ホテルとかに泊まって宿泊とかする時も、もう予定全部入ってるんですか？すっごい私寝るの早いんですよ。だからなんかもうそのもう入った瞬間にもうお風呂だって決めてるから、もうなんか全部計画立てて、もうなんか服を脱ぐとかメイクをするとかも、なんかその隙間時間が嫌だから、あのお風呂を沸かしてる時に明日の準備するとか、そういうのを全部計画立てて、もうそうですね、1時間経たずには寝れます、全然。いや、もう人生をなんか無駄にしたくないんですよ、その時間を。ないなぁって、すごいです、すごいしか言えないな。でもそれがなんていうの、いろんな、ね、人間関係の付き合いとかの中でイレギュラーで壊れてしまう可能性があるじゃないですか。すごい顔します。それ許せるんですか？それとももうちょっとごめん、スケジュール決まってるから無理ってご利用するんですか？もう心の中ではマジかーってなりながら、ちゃんとはい大丈夫ですっていうのはあります。本当に自分のこう立てたスケジュールに少しでもなんかこう、あのそれ聞いてなかったことがバンって入ってくると、私のスケジュールがやっぱ崩れるので、っていうのになるけど、あのあんまり無理とは言わないようにして、はいって受け入れながら、心の中であってなりながらやってます。生きやすいのか生きづらいのか分からなくなってきましたね。本当になんか生き急いでるんですよね、多分人生を。はぁ、あ、はぁはぁはぁ、なんかそれは思います。思ってるんですけど直せない。では三大要素の3つ目、効率重視ということでございました。はい、ゆきさん、この後夜ロケ行きますか？あ、じゃあこのまま。今日はできてるのかどうかっていうのはね、すっごい不安なんですけど、ね、いやいやいや、もう今いいスピードタン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 って言ってます。大丈夫ですか？はい。この番組はアッシさん、今井さん、リナちゃんは元気さん、ウッチーさん、ジージーさんの提供でお送りしました。ありがとうございました。